しよ。この湖を抜けていけばサルラス領なんだ。うまく協力を得られるといいですね。クラレットには悪いが、そううまくいくとは思えないな。ん？どうして？それは俺たちが指名手配されて。なんだ？どうしてこんな目に。黙れ。税を払えぬ者が何を言う。だけどそんなに高い税なんか払えるはずが。我々は帝国の法を施行している。我々に逆らうことはすなわち帝国に逆らうことと同じだぞ。税を払えぬ上我々に口答えするとは、帝国法に照らし貴様らは死刑だ。女神ルシリス様、なぜ私たちを救ってくれないのですか。おい、そこの人、助けてくれ。どうやら貴族の側室から逃げてきた人たちらしいな。どうするの、クラレット。当然でしょ、助けるのよ。だけど、どう戦えばいいのか。彼らが逃げやすいように、俺たちが誘導しよう。お願い、戦いの指揮はあなたに任せるわ。私が慣れないことをしたら、みんなの足を引っ張るかもしれない。俺に任せとけ。まずはあの村人たちを誘導しなくては。湖の真ん中に砦があるね。内部の装置で橋をつなげば一気にこっちへ来られそうだよ。砦を通らず、そのまま北側を迂回してくれ。新しい皇帝、ご指示をいただけますか。他に選択肢はない。みんな、もっと頑張れ。俺に力を貸してくれ。ご指示をいただけますか。他に選択肢はない。何かお手伝いできることあり。え、もう私の番。ご指示をいただけますか。私が片付けましょう。バカめ、そう。敵の援軍よ、騎兵を回り込ませていたみたいね。あと少しというところで失敗してたまるか。ご指示をいただけますか。
戦いはまだ終わっていない。油断するな。みんな、もっと頑張れ。そうだ。他に選択肢はない。ゼーの取り立ても脱走者の始末もまともにできんのか。あいつはクエイド。おやおや、誰かと思えば皇帝殺しだけでなく今度は帝国そのものに歯向かうわけですね。いいでしょう、帝国法に基づきここで息の根を止めて差し上げましょう。何が帝国法よ。自分たちが搾取するために勝手に法律を変えたくせになぜこんなことをするの。我々は支配階級、平民を自由にしていい特権があるのですよ。ご指示をいただけますか。みんなもっと頑張れ。戦いはまだ終わっていない。油断するな。何かお手伝いできることあります。そうだ。何かお手伝いできることありますか。みんなもっと頑張れ。そうだ。指示をいただけますか。戦いはまだ終わっていない。油断するな。戦いはまだ終わっていない。油断するな。ご指示をいただけますか。他に選択肢はない。指示をいただけますか。そうだ。みんなもっと頑張れ。みんなもっと頑張れ。俺に力を貸してくれ。もう私の番。他に選択肢はない。ご指示をいただけますか。他に選択肢はない。直感を信じろ。俺を信じれるか。ご指示をいただけますか。力を貸してくれ。
何かお手伝いできることありますか？大掃除の時間です。みんな、もっと頑張れ。俺を信じれるか。そうだみんな、そうだまだ終わらないよ。戦いはまだ終わっていない。油断するな。指示をいただけますか？大掃除の時間です。もう私の番？戦いはまだ終わっていない。油断するな。そうだ。聞いてきた。俺を信じれるか。何かお手伝いできることありますか？大掃除の時間です。もうみんな、もっと頑張れ。他に選択肢はない。戦いはまだ終わっていない。言うだけ無駄だ。これを食らえ。もう私の番？他に選択肢はない。何かお手伝いできることありますか？選択肢はない。そうだ。まだ終わらないよ。みんな、もっと頑張れ。何かお手伝いできることありますか？みんな、もっと頑張れ。ご指示をいただけますか？私が片付けましょう。選択肢はない。
かお手伝いできることありますか？大掃除の時間です。そうだ。みんな、もっと頑張れ。他に選択肢はない。直感を信じろ。俺を信じれるか。ご指示をいただけますか？そうだ。他に選択肢はない。みんな、もっと頑張れ。俺に力を貸してくれ。え？もう私の番？みんな、もっと頑張れ。俺に力を貸してくれ。え？もう私の番？他に選択肢はない。何かお手伝いできることありますか？大掃除の時間です。そうだ。みんな、もっと頑張れ。そうだ。他に選択肢はない。マダを討伐するために特殊部隊を編成してやる。次に会う時を楽しみにしていなさい。もう敵はいないな。さっきの村人たち、お礼も言わずに行っちゃいましたね。自分たちが助かればいいって態度、ちょっとムカつくね。さあ、早くサロラスへ行きましょう。あんな奴らの支配する国なんて絶対に許せないんだから。お待たせいたしました。それで指名手配の犯人がどんなご用でしょうか？あなたも私が父を殺したと思っているのですか？いいえ、多分どの貴族も本気で信じてはいますまい。大臣のギルモアは私のいない間に帝国を乗っ取ってしまいました。私が政権を取り戻すために力を貸してください。それでどうすればいいのです？だから力を貸してほしいのです。具体的におっしゃってください。ただ漠然と力を貸せと言われ、すぐに貸せると思いますか？私、あなたが長い間城を開けているうちにギルモアが新皇帝を名乗り帝国を掌握した。そこで彼は貴族たちに搾取を認め奨励しているのです。今の政権は貴族にとって大変居心地がいい。先ほども言いましたが、あなたが皇帝殺しの犯人だとはどの貴族も信じてはいません。ですが、あなたが政権を取り戻せば貴族が甘い汁を吸うことができなくなる。あなたもそう思っているのですか？私も貴族の一人です。もちろん搾取がいいと思っているわけではありませんが、他の貴族を敵に回すにはその危険を冒してでも得るべき何かが必要なのですよ。今以上の何かがね。あなたは何をくれますか？でもギルモアは国
国を乗っ取った三奪者で、たとえそうであろうとも自分の生活がよく変わるのならば、どの貴族も彼を悪く言いはしない。諦めなさい。元はといえば皇女の身でありながら長く国を空けたあなたのせいなのですよ。だけどそれは魔族と戦うためにジェシカさんを探して。そもそもあなたは魔族との戦いでさえジェシカ様の力を当てにしている。ひょっとして自ら探しに出たのも皇帝が殺され混乱した帝国から逃げるためだったのではないですかな。そのような他力本願な者が政権を取り戻せたとしても、また同じことが起こるでしょう。ならば兵士を危機にさらさないためにもこのままでいた方がいいのです。さ、これでお引き取りを。確かに今までギザロフが不当にかすめ取った領土を取り戻したい。ランベルト殿も異存はありませんな。そもそもギザロフのようなものをのさばらせる連邦の体質が問題なのだ。我々が国民を正しい方向に導かねばならん。アルビンス殿の言は最もであるな。ランベルト殿のサザーランド、アルビンス殿のレイノルズ、そして我がロシフォールの三国が手を組めば必ずや成功しよう。ではこの条約の締結をもって、我々三国同盟は連邦への独立戦争を開始することとする。我らに勝利を。我らに勝利を。よう、シグマ、久しぶりだな。誰だお前は。おいおい、ご挨拶だな。俺を忘れたか。オメガだよ。一緒にギザロフ様に仕えていたといえば思い出せるだろ。俺はギザロフには一度しか会ったことはない。おいおい、しらばっくれるなよ。はっ、ひょっとして記憶がないのか。記憶も何も、俺はあの研究所で作られたクローンなんだ。お前はクローンなんかじゃねえよ。やっぱり記憶がなくなってるのか。ならば教えてやるよ、お前の過去をな。俺の過去。お前はこのエルサリアからイエレスへ渡ってきた凄腕の剣士だった。どんな理由があったかは知らねえが、暗い目をしていたぜ。そいつだけは変わってねえようだがな。ま、そんな行く当てのないお前を拾ったのが俺の主君だったギザロフ様だ。俺はそのギザロフ様の片腕だった。お前が入ってからはナンバーワンの座を奪われたがな。そんなある日だ、お前が殺されたのは。俺が殺された。大変です、ギザロフ様。なんだ、創造師。シグマが殺されました。なんだって、あいつが死ぬわけないだろう。どういうことだ、詳しく説明してみろ。はい、エルサリアから奴を追ってきたとおぼしき女が現れ、仇と言って襲いかかってきたのです。ですが彼は避けもせず心臓を一突きされ、そのまま絶命しました。あいつめ、どこか死に場所を探しているような目をしていたが、まさか心臓を一突きか。他に死体の損傷は？いいえ。そうか、まだまだ使えそうだな。死体を第三研究室へ運べ。早急にな。は。
ザロフ様、一体どうするおつもりですか。やつほどの者、むざむざ死なせてしまうのは惜しい。どうせ死んだ身なのだから、せいぜい実験の役に立ってもらおう。うまくいけば以前よりも数段強くなって蘇生するぞ。どうやら実験は成功。お前は生き返った。ただ一度死んだことが原因か、記憶を失ったようだがな。それじゃ、クラレットが刺したと言ったのは、俺のことだったのか。そういうわけだ。俺もこっちへ来て驚かされたぜ。お前さんがこの騎士団長で、しかもカルザス皇帝を殺害していたとはな。で、少しずつ思い出してきたかい？本当はこの場で決着をつけようと思っていたが、今日はやめてやる。その前にやらなきゃならんこともあるしな。次に会う時までに全て思い出しておけ。そうでなくてはお前とやり合うのもつまらんからな。俺だった。クラレットに一度殺されたのはこの俺だったのか。こんなこと彼女には言えないな。